リコさんはちょっと変わったプレイが好きと聞きました。どんなプレイですか？これ言っていいのかな？車の中でするのが好きです。なんか、車の中のこのシートの角度で結構気持ちいいところに当たるのと、あと、なんだろう、周りから見られてるんじゃないかという、ちょっとドキドキ？で昔ね、なんか基本車でするときって夜してたんですけど、昼間に彼と会ってたときに、全然お互いするつもりは全くなかったんですけどね。パチンコ屋の駐車場で、と彼が仕事行く前にちょっと話をしてたら、チューが始まって、私もなんかチューぐらいで終わるかなと思ってたんですけど、なんかすごい服の中に手が入ってきて、ん？大丈夫？みたいな感じで思いながら、おっぱいに来て、で、ズボンのチャック下げられた時に、待って、この真っ昼間の明るい中でするみたいな感じになっちゃって、でも、彼のそのスイッチが止められなくって、で、いつも車の中でするときって私が上に乗って騎乗位みたいな感じにするんですけど、真っ昼間だから、すごい目立つっていうか見えるんですよ。だから、その時は私が下になって、彼が上に乗って正常位でして、でも言ったら、その向こうの窓から見ると彼のお尻が見えるわけですよ。なんかすごい変な光景じゃないですか。なので、なんかもう気持ちいいとかそういうドキドキ通り越して、これなんか他の人に見られたらやばいんじゃないかとか、これ警察とか来ないかなとかそっちのが心配で、とりあえずなんか膝掛けを彼のお尻の方にかけて、で、このなんか、このハンキュー、お尻の方の状態が、見えないように隠したっていうちょっと記憶があります。はい。というわけで、女子部屋でした。リコとお友達になってくださる方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。あと、質問もお待ちしてますね。